試験管での培養無菌操作は、操作対象が外界環境の微生物に汚染されないように行う特別の主義、手法を言う。医療現場で行われるものと、培養法のような微生物学実験室で行われるものがある。野戦病院での手術へ入り不る、は、医療現場での院内感染を、内科での院内感染と外科での院内感染とに分けて考えている。 内科での院内感染は、洗浄消毒によって微生物の苗床をなくすことで、病原体増殖を阻止すれば、院内感染を防ぐことができる。外科での院内感染は、殺菌消毒によって、術や,や手術用具の微生物を殺滅し、病原体の体内への直接侵入を阻止することで、可能等の院内感染を防ぐことができる。消毒の重要性は、 ルイパスツールの腐敗の細菌説に触発された外科医ジョゼフ・リスターによって啓蒙された。外科手術の切開部の傷口や目、粘膜等が感染症の病原体に汚染されないようにする。人体に投与される薬剤やその際に使用される医療器具のパッケージは無菌操作のもとに製造されている。加えて薬液の注射、点滴を行う。 際の医療器具や容器及びその周辺を消毒、殺菌することで薬剤や医療器具が微生物に汚染される機会をなくする。院内感染は消毒によって減らすことができる。パスツールの発見より早く、19世紀には医師センメルベースイグナーツが院内分辨と自宅分辨で死亡率に大きな差があることに疑問を抱き、 原因となる行動を突き止めカルキを使用した手洗いによって死亡率が低下すると提唱した。当時は受け入れられなかったが、現在では院内感染予防の父と呼ばれている。白金耳ミミクラス3バイオセーフティキャビネットを使用して検体を観察する研究者、無菌操作は微生物学者が実験を行う際に検体に含まれる微生物が 他の物質と入り混じらないように行う得意な主義の総称である。検体が病原体であった場合、これが漏れ出せば実験者やその周囲のものに感染を引き起こす。また逆に、検体に外界の環境菌が混入した場合は、純粋培養の邪魔となる。経内等、培養物を新しい培地に移動するような作業で無菌操作が行われる。次のような火炎滅菌は、 代表的な無菌操作の一つである。ここでは三角フラスコから試験管へ移植するという設定で説明する。移動元となる三角フラスコ、移動先となる試験管、白金耳、分前バーナーを用意する。バーナーに点火し、白金耳を炎に入れ、ゆっくりと前後に動かす。この時、分前バーナーの空気口は青い炎になるように開け、白金耳は、 内縁の上端で焼く。この後、白金耳の中ほどより、先端側は、作業終了まで、検体以外に触れないようにする。移動元と、移動先の試験管やフラスコを両方、利き手でない方の手で持つ。次からの手順は、コンタミを避けるために迅速に行う。必要があるので、しっかり準備する。利き手で蓋を開け、容器の口を焼いて、邪魔な微生物を殺滅する。 白金耳を聞き手に取り、ついでそれを試験管に差し入れ、移植する。それが済むと、療養器の口を焼き、蓋を閉める。本ステップは速やかに終わらせること。白金耳上の検体は暴露中、どんどん汚れていくことを留意して、一回一回蒸気のステップを正確に繰り返すこと。一回取った検体を複数の培地に一度に移植しないようにする。なお、 作業中は、容器の口を中空に上向きにさらすのを徹底的に避ける。例えばシャーレは必ずわずかにずらして蓋を引っ掛け、フラスコは斜めに持つ。これらは落下する微生物を培地に到達させないためである。その他、細かい心配りがあり、ほとんど作法と言っていいレベルの工夫がなされる。微生物学専攻の学生は、実地の実験室で、経験で、 無菌操作の原理を教わる。コンタミを防ぐ主義を身につける王道は練習を繰り返すことである。作業台は雑巾で清掃してアルコールで拭いた普通の作業台でも可能であるが殺菌した空間を用意する方法もあり、その方が確実である。古くは無菌箱が使われたがクリーンベンチを用いれば落下菌や浮遊菌のコンタミネーションを減らすことができるので、 格段に、無菌操作はたやすくなった。さらに、検体がバイオハザードである可能性が高い場合は、必ず安全キャビネットを用いなければならない。チザム1911、これをコンタミネーションという。このうち、検体が複数あるときに、検体同士が入り混じることを、特に、クロスコンタミネーションといい、誤診の話題で問題となる。詳細は、コンタミネーションを参照。 ありがとうございます。